国民健康保険は、日本の国民健康保険法等を根拠とする、法定強制保険の医療保険である。主に市町村が運営し、費用者保険などとともに、日本における、ユニバーサルヘルスケア制度の中核をなすものである。医療保険事務上の略称は、国保と呼ばれ、費用者保険と区別される。日本の人口のうち27.5%が、 市町村国保への加入者2.5%が国民健康保険組合の加入者である。特徴としては軽減措置を受けている世帯が59.3%に上ることであり、その6割は無職者であった。なお75歳に達すると国民健康保険は脱退となり、後期高齢者医療制度の加入者となる。国民健康保険発祥の地の 非国民健康保険発症の地の日日本において最初の公的医療保険は1922年に施行された健康保険法であり、これは企業雇用者の職域健康保険であった。農家、自営業者の地域保険については埼玉県南埼玉郡越谷町の一般住民を対象とした日本初の地域健康保険制度。 越谷淳商会が1935年に発足し、その3年後の1938年に政府レベルでの国民健康保険法が創設された。このため、越谷市は越谷淳商会を国民健康保険の発祥と称しており、国民健康保険法施行10周年を記念して、1948年には腰谷淳商会を検証する総協の日が、 現在の越谷市役所の敷地内に建てられている。また、山形県各川村は、当時無意村だった村に、村営診療所を設立するため、1936年に、角川村健康保険組合を発足させ、その2年後の1938年の国民健康保険法の下で認可された、国民健康保険組合第1号となったことにより、 国民健康保険の発祥の地と称しており、国民健康保険法施行20周年を記念して、1958年に、現在の農村環境改善センターの敷地内に、総付共祭の日と国民健康保険発祥地の由来の日を立てている。1938年の旧法制度では、当時は、組合方式であり、農産漁村の住民を対象としていた。 市町村運営方式により、官庁や企業に組織化されていない日本国民が対象となったのは1958年であり、1961年には日本国民すべてが公的医療保険に加入する国民皆保険体制が整えられた。急速な少子高齢化など大きな環境変化に直面している中、将来にわたり医療保険制度を 持続可能なものとし、国民皆保険を堅持していくために、2015年5月27日に成立した持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、2018年4月より都道府県が財政運営の主体となり、国民健康保険の運営に中心的な役割を担うこととなった。 以下では突起しない限り、平成30年4月施行の改正法に基づいて、述べる。国民健康保険法は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって、社会保障及び、国民保険の向上に寄与することを目的とする。そしてこの目的を達するために、被保険者の疾病、負傷、出産または、死亡に関して、 必要な保険給付を行う。健康保険や専維保険のような、費用者保険とは異なり、業務上、業務外の区別なく保険給付を行う。国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各班の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保険、医療、 福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。また、都道府県は安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び、当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。市町村は 被保険者の資格の取得及び創出に関する事項、国民健康保険の保険料の徴収、保険事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。都道府県及び市町村は、これらの責務を果たすため、保険医療サービス及び福祉サービスに関する施策、その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。都道府県は、 これらに規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ、円滑に行われる、よう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。具体的には、都道府県は、財政運営の責任者として、市町村ごとの納付金を設定し、また市町村が担う事務の効率化、広域化、市町村が行った。 保険給付の点検、事後調整等を行う。市町村は保険料の徴収、負荷、実際の保険給付、非保険者証の発行等の資格管理、国保事業納付金の都道府県への納入等を行う。加入者から徴収した国民健康保険料または国民健康保険税と国庫負担金等の収入によって保険加入者が 疾病、負傷、出産または死亡した時に保険給付を行う事業主のことを保険者という以下が存在する都道府県もしくは市町村または国保組合は共同してその目的を達成するため国民健康保険団体連合会を設立することができまた連合会の区域内の都道府県及び市町村または 国保組合の3分の2以上が加入したときは、その他の都道府県及び市町村、または国保組合は、すべて当該連合会の会員となる。国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、すべての都道府県及び市町村に国民健康保険運営協議会が置かれる。協議会の委員は、被保険者代表、保険医、保険医薬在士代表、 公益代表格同数で組織される。都道府県国民健康保険運営方針都道府県は都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営ならびに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の公益的及び効率的な運営の推進を図るため都道府県及び当該都道府県内の市町村の 国民健康保険事業の運営に関する方針を定めるものとする。都道府県国民健康保険運営方針は、都道府県医療費適正化計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。都道府県知事は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、またはこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県内の市町村長の意見を、 聞かなければならない。都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、またはこれを変更したときは、主体なく、これを公表するよう努めるものとする。市町村は、都道府県国民健康保険運営方針を踏まえた、国民健康保険の事務の実施に努めるものとする。都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針の作成、及び、 都道府県国民健康保険運営方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは国民健康保険団体連合会その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。都道府県国民健康保険運営方針においては次の1から4に掲げる事項を定めるものとするほか、概ね次の5から8に掲げる事項を定めるものとする。 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し等外都道府県内の市町村における保険料の標準的な算定方法に関する事項等外都道府県内の市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項等外都道府県内の市町村における保険給付の適正な実施に関する自己医療に要する費用の適正化の取り組みに関する 自公当外都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項。保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、その他の関連施策との連携に関する事項2から7に掲げる事項の実施のために必要な関係市町村総合間の連絡調整その他、都道府県が必要と認める自公国保組合の内訳は、 以下となっている。組合には、組合会が置かれ、規約の変更、収入、支出の予算、決算等の事項については、組合会の議決を経なければならない。また役員として、理事及び幹事が置かれ、理事の定数は5人以上、幹事の定数は2人以上、理事及び、幹事の任期は3年を超えない範囲内において、それぞれ規約で定める。 国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべきもの300人以上の同意を得て、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。都道府県知事は、認可の申請があった場合、組合の地区を含む市町村長の意見を聞き、これらの市町村の国民健康保険事業の運営に、 死傷を及ぼさないと認める時でなければ認可をしてはならない。組合は設立の認可を受けた時に成立する。組合はその名称中に国民健康保険組合という文字を用いなければならず、組合以外のものは国民健康保険組合という名称またはこれに類する名称を用いてはならない。組合の規約には以下の事項を記載しなければならない。 名称事務所の所在地組合の地区及び、組合員の範囲組合員の加入及び脱退に、関する事項被保険者の資格の取得及び創出に、関する事項役員に関する事項組合会に関する、事項保険料に関する事項準備金その他の財産の管理に関する事項広告の方法前覚号に、掲げる事項の加厚生労働省令で定める。 自公市町村国保を原則とする立場から、厚生省は1959年以降、原則として、新規設立を認めていないが、特例として認可されることもある。実例は、以下の通り。非保険者省の保険者番号は、6桁の番号からなる。都道府県の区域内に住所を有するもので、適用除外に該当しないものはその意思の遺憾に、かかわらず、 全員が、当該都道府県内の市町村と共に行う、国民健康保険の非保険者とされる。外国人であっても、90日以上の在留期間が、決定された、中長期在留者や、資料上90日以上の国内滞在者であると、認められるものは、国保への加入義務が発生する。市町村国保の非保険者は、当該都道府県の区域内に住所を有するに至った。 日または適用除外のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得し、その日から14日以内に市町村長に、所定の事項を記載した届出をしなければならない。ただし、学校等に、就学のためた市町村に居住する学生については、自ら生活している場合や結婚して、配偶者の所得で生計を維持しているような場合を、除き、 親元の市町村の国民健康保険の適用を受ける。また、病院、介護保険施設等に入院、入所することにより他市町村からその病院等のある市町村に転入した場合は、入院、入所した際に現に住所を有していた従来の市町村の国民健康保険の被保険者とされる。この規定により、住所地特例の適用を受けて、 従前の住所地の市町村の国民健康保険、非保険者とされている者が75歳到達等により、後期高齢者医療に加入した場合には、特例を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の、非保険者とする。市町村国保の対象となるのは、具体的には、農林水産業従事者、自営業、費用者保険に該当しない非常勤労働者。 退職者、無職者であり、被扶養者という概念は国民健康保険にはないため、専業主婦、専業主婦、学生や未成年者等も被保険者となり得る。かつては自営業者を加入者の代表例とする場合が多かったが、最近は退職者など無職者が加入者の4割を超える。国民年金と異なり、日本国内に住所を有しない者の,の任意加入の制度はない。 国民健康保険組合は、同種の事業または業務に従事するもので、当該組合の地区内に住所を有する者を、組合員として組織する。世帯主が適用除外に該当しても、その者の,の世帯に適用除外に該当しない者がいれば、組合員となることができる。組合に使用される者も、も適用除外に該当しなければ、組合員となることができる。 国民健康保険組合の組合委員及び、組合委員の世帯に属する者は、適用除外に該当しない限り当該組合が行う、国民健康保険の被保険者となる。ただし、規約で定めることにより、組合委員の世帯に属する者を、包括的に、被保険者としないことができる。国民健康保険組合の被保険者は、 当該組合員となった日または適用除外に該当しなくなった日からその資格を取得する。次の各号のいずれかに該当する者は、上記の規定に関かかわらず、国民健康保険の被保険者としない。健康保険の被保険者、専維保険の被保険者国家、公務員共済組合、地方公務員等共済組合の、組合員私立学校教職員共済制度の、 加入者健康保険の被扶養者専員保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合の被扶養者、日雇い特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険因子を貼り付けるべき余白が、なくなるに至るまでの間にあるもの及びそのものの、被扶養者。後期高齢者医療制度の被保険者生活保護を、 受けている世帯に属する、もの国民健康保険組合の非保険者その他特別の理由があるもので、厚生労働省令で定めるもの65から74歳の高齢者を前期高齢者と呼ぶ。受給サービスは同じであるが、これらの加入者財政については、保険者間にてリスク構造調整がなされている。費用者保険から国保に対して、 計3兆円規模の財政移転となる国民健康保険は医療費の必要性が高まる退職後に健康保険、共済組合等を抜けて加入するものが多いため健康保険、共済組合等よりも医療費の負担が大きいそのためこうした医療保険制度間の負担を公平化するために退職者医療制度が設けられてきた一連の医療制度改革により 平成20年度からは退職者医療制度への新規加入は廃止され、65歳未満のものに限る経過措置となった。さらに、平成27年度からは制度自体が廃止となり、平成27年3月以前から継続して国保に加入し、平成27年3月末時点で対象となる条件を満たすもののみを引き続き対象とする。対象者は、 被保険者のうち、厚生年金や共済年金などの費用者、年金制度の老齢年金を受給している65歳未満の者及びその65歳未満の被扶養者未満である、配偶者及び三親等内の親族、費用者保険とは異なり、配偶者や直系存続であっても、同一世帯に属していなければならないである。なお、 通算老齢年金受給者については、費用者年金に20年以上または40歳、以後10年以上加入している者が対象になる。非保険者証の保険者番号は、67から始まる8桁の番号となる。退職者医療制度はあくまでも国民健康保険の中に含まれる。一般の国民健康保険と比べるととなっている。対象者に、 直接の利益はないが、リスク構造調整により、財政安定につながるという意味がある。事務費の負担については、国保組合の場合は、全額国庫負担であるが、市町村国保については、国庫負担は行われず、都道府県及び市町村ごとに、それぞれ特別会計を設けなければならない。市町村国保では療養の給付等に要する費用の32%。 高額医療費負担対象額の25%を国が補助し、国保組合では、組合の財政力を勘案して、費用の13から32%を国が補助することができる。市町村国保の収入保険料、保険税国庫支出金前期高齢者交付金、都道府県支出金共同事業交付金その他、その他市町村国保の主な財源は国。 都道府県及び市区町村の負担金及び世帯主からの保険料からなっている。市町村国保の場合、市町村は国民健康保険特別会計を設けなければならない。被保険者の給付に要する費用は50%が公費、残り50%が保険料で賄われることとされる。 公費の内訳は国41%、都道府県9%である。加えて様々な支援がなされているので、加入者の保険料収入は41.6%であった。退職者医療制度世帯の給付に要する費用は、保険料と療養給付費等交付金で賄っている。都道府県は国民健康保険の財政の安定化を図るため、 平成30年4月より、財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てる。標準保険料率をとにして市町村ごとに、保険料額を定めて徴収する。保険料の内訳は、以下の通りである。下記4つの方式の全部または一部が採用されるが、自治体によりその組み合わせや、所得割のかけ、率。 世帯ごとの保険料の上限は異なっている。他の保険制度と比べ所得に対する負担率が高いが、個人事業主には従業員の有無と関係なく、より重い負担を求める制度になっている自治体が多い。年間保険料は市町村によって決められた納期までに収めなければならない。納付方法は原則として介護保険や後期高齢者医療制度と共通である。 納付方法は、口座振替、または前もって郵便にて送られてくる、納付書の二つを採用しているところが多い。世帯主を含む加入者全員が65歳、以上75歳未満の者の世帯については、世帯主が受ける、公的年金が18万円以上であり、かつ保険料が、年金額の2分の1以下である場合は、特に口座振替の申し出をしない限り、 保険料は年金からの転引きとなる。公的年金は高齢者の所得保障のために給付するものであるから、65歳未満のものの保険料を公的年金から控除するのは不合理であるという理由から、65歳未満の非保険者が属する世帯に属するものは特別徴収の対象とはならない。ここでいう公的年金とは老齢基礎年金のみならず、 障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金も含むが、老齢厚生年金は含まない。なお、国民健康保険組合の場合は、特別徴収は行われない。市町村が徴収する、世帯主に対する、保険料の付加額のうち、基礎付加額は63万円を、後期高齢者支援金等付加額は19万円を、 介護の納付金付加額は17万円を超えることはできない。なお、国民健康保険における保険料納付義務者は世帯主であり、個々の被保険者ではない。また、加入や脱退等の届け出義務者も世帯主である。また、世帯主自身が国民健康保険の被保険者でなくても世帯の構成員に被保険者がいる場合は、 世帯主が保険料の納付義務を負うことになっている。したがって、保険料の通知や被保険者証などは、世帯主宛てに送付されることになっている。この場合における、世帯主を、実務上、犠牲世帯主、または略して、義手という。介護保険や国民年金などの保険料の第一次的、納付義務者が被保険者であるのと異なっている。保険者は、条例または、 規約の定めるところにより、特別の理由があるものに対し、保険料を減免し、または、その徴収を猶予することができる。市町村による、法第76条第1項の保険料の、減額負荷についての法第81条に規定する、政令で定める基準が、法施高令第29条の7第5項に示されている。 世帯主と被保険者の合計所得によって2割、5割、7割の軽減があり、2017年度はおよそ6割の世帯が軽減措置を受けていた。これは保険者が条例や規約で定める減免とはまた別の保険料の減額措置である。市町村国保の滞納者に対しては短期保険証や被保険者資格証明書の発行によって 保険証の使用が制限される。市町村は、保険料滞納が長引く場合、以下の場合を除いて、世帯主に対し非保険者証の返還を求めている。求められた、世帯主は応じる義務がある。保険料を1年を超えて滞納した者は、非保険者証を返還しなければならない。そのため、返還後疾病などに罹患して、療養を受けた際には、 一旦窓口で費用の全額を支払い、被保険者証の代わりに交付される、被保険者資格証明書を窓口で提示し、後日自己負担額を除いた相当額を特別療養費として償還払いで支給される。保険料対応により、被保険者証を返還した世帯主に、 その世帯に属する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある被保険者及び原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるものがあるときは市町村はその世帯主に対しその被保険者にかかる被保険者証を交付することとされるこの被保険者証は更新可能である国民健康保険においては保険給付は 個々の被保険者に対してではなく、世帯主または、組合委員に対して支給される。したがって、一部負担金の支払い義務も、世帯主または、組合委員が負う。また、費用者保険における、家族給付は、国民健康保険には存在しないので、家族全員が、被保険者としての保険給付を受ける。法律により、保険者に実施が義務付けられる給付である。 以上については、それぞれ当該記事を参照のこと。保険者は、条例、または、規約の定めるところにより、以下の給付を行うものとされるが、特別の理由があるときには、その全部または一部を行わないことができる。保険者は、条例、または、規約の定めるところにより、以下の給付を行うことができる。保険者は、 保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があったときは、法定の算定方法等に照らして審査した上、支払うものとする。保険者は、この審査及び支払いに関する事務を都道府県の区域を区域とする、国民健康保険団体連合会または、社会保険診療報酬支払い基金に委託することができる。また保険者は、 出産育児一時金、総裁費または、総裁の給付、傷病手当金の支払いに関する事務を基金に委託できる。国民健康保険団体連合会には、国民健康保険診療報酬審査委員会が、置かれ、事務の遂行に、支障のない範囲内で、診療報酬請求書の審査を、審査委員会に行わせることができる。国民健康保険における、 保険事業は、より積極的な事前の措置として、傷病の発生を未然に防止し、あるいは早期発見により、重症化、長期化を防止し、被保険者の健康保持及びその増進を図るため、健康教育、疾病予防、健康診断、母性及び乳幼児の保護、栄養改善、レクリエーション等の活動を実施するとともに、療養の給付を行うための国保病院。 国保診療所を設置するなどの活動と施設の全体を総称していう市町村国保及び組合国保には直営で医療機関を運営するところもあり、市町村国保直営施設は2011年では1145施設であった。交通事故や障害事件など第三者の行為によって受けた傷病による医療費は その第三者が損害を賠償する責任を負うことになる。しかし、損害賠償が不十分であったり知恵にしたりしている場合もあり、被保険者たる被害者は国民健康保険で治療が受けることができる。その場合は保険者に第三者行為による傷病届を提出する必要がある。保険者は加害者に代わり一時的に治療費を立て替えて支払う。 ことになり、後日加害者にその建て替え分を請求することとなる。保険給付に関する処分、被保険者証の交付、返還に関する処分、または保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服があるものは、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 徴収金以外の処分については2申請を取る、被用者保険との際である。処分の取り消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する採決を、経た後でなければ、提起することができない。審査請求は、事項の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。国民健康保険審査会は、各都道府県におかれ、被保険者を代表する委員。 保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織する。委員の任期は3年とする。保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過した時は、事項によって消滅する。 保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収の告知または特則は民法の規定に関わらず事項の更新の効力を生ずる。2012年度では市町村国保の47.7%が赤字決算であった。市町村国保の保険料は全国均一ではなく各保険者ごとに独自で決められるようになっている。その理由は 地域の産業構造や人口構成を反映することを目指したもの。しかし、同じ年収金額帯でありながら、保険料が自治体ごとに異なることがあり、不公平感が生まれている。また、運営地域が市町村単位のため、企業の撤退や大量の退職者の発生、また高齢者人口比率が上がるなどが原因で、運営が不安定になりやすいという欠点がある。 その解決策として、市町村国保への多額の一般会計からの繰り入れや、国保組合への国費投入などは、自分が加入していないはずの保険者に対する、公費投入になるため、不公平感が指摘されている。国民健康保険中央会は、すべての公的保険制度を国保に一本化するよう、要望している。OECD 対日審査では、国保制度について市町村別から、 都道府県別に移行し規模の拡大を図るよう勧告されている。2013年の社会保障国民会議においても同様の勧告がなされた。また、後期高齢者医療制度支援金について現在の加入者割から完全に双方週割に移行するよう勧告された。2015年にはこれらの改正を行う法案が可決し、平成29年度より 完全双方週割に移行し、平成30年度から市町村国保は都道府県主体で運営されている。加入者層の変化制度発足当初は、サラリーマンでない自営業者や農業従事者の医療保険制度として発足した。だが、産業構造の変化や高齢化の進展により、非正規雇用者や年金生活者や失業者等の無職者の割合が、 半数近くを占めている。また加入者一人当たりの医療費支出も高く、2010年は他の保険加入者の2倍であった。自治体においては一般財源等により補填を行っているが、自治体の財政状況により多分な負担ができなくなっている。2009年は市町村国保の約半数が赤字となった。また国保における費用者保険対象外となる。 パートタイマー労働者の比率は32.4%まで上昇している。そのため費用者保険の適用を拡大する法改正がなされ、2015年10月より要件を満たした一部のパートタイマー等への費用者保険の適用が始まり、将来の完全施行を目指している。未払い世帯の増加市町村国保の保険料。 収納率は1980年頃には95%ほどあったが、2009年には過去最低の88.08%を記録、2012年では89.86%となった。ただし、本来国民健康保険は国民健康保険法第9条により、社会保険に加入した場合にその資格喪失を世帯主が届け出る必要があるが、 就職と同時に手続きをする会社が行う従業員の健康保険及び厚生年金保険に加入によって自動喪失される国民年金に対し同じように同時に喪失されるものと思い違いをすることによる国民健康保険と社会保険との二重加入の問題があり実際の滞納率はより低いものである可能性があるなお、滞納分は滞納することなく 支払った他の被保険者が負担することになっており、保険料は滞納分を見越して設定されていると言われている。また、それでも、不足の場合は、一般会計からの繰り入れで補填されることになっている。市町村の一般会計からの法定外繰り入れの推移は、2012年度の3534億円から2017年度には1751億円と、年々改善している。 経済的困窮者については、生活保護の申請により医療扶助が支給されるが、これは、ミーンズテストに該当する場合でなければならない。このため、生活保護を受けるに至らない程度の経済的困窮者が保険料を払えず滞納し、事実上の無保険者になるケースもあり、全日本民医連の調査では2014年に受診が遅れて死亡したケースが56人で、うち、 無保険者は20人、短期非保険者は8人であった。このようなものを対象とした、無料定額診療事業を行っている病院もある。外国人の国民健康保険制度においては、国民健康保険税では、初年度は日本での前年所得がないため軽減となり、翌年度は、通常の保険料額となるが、滞納したまま帰国してしまうケースも多いと言われている。 都市区では、平成30年度予算において、外国籍の非保険者が急増しており、区の全非保険者の4分の1を占めていることを掲げ、特に、ベトナム人の転入者が急増し、滞納世帯数を呼び、滞納金額も急増している状況を述べている。国民健康保険制度への理解、納付意識の低さなどから滞納につながりやすい傾向にあることから、 ベトナム語に対応できる相談員の配置を開始した。平成27年時点では、国保は加入の2割超が外国人で、その半数が留学生であり、中でも最近ベトナムからの留学生が非常に多く、ベトナムの留学生の収納率は36%くらいで、かなり低いとされている。このため、 国民健康保険課で日本語学校に向けて、納付鑑賞の PR を行っている。千葉県船橋市でも、国保で29年度の保険料を滞納した世帯の、うち、世帯主が外国人の世帯の収納率は54.98%で、全体の収納率に比べて低くなっていることにより、平成30年より、ネイティブスピーカーによる、 ベトナム語、ネパール語での電話のオフ干渉を開始し、6カ国語に翻訳したパンフレットを作成して対策している。松戸市でも平成29年度決算として、滞納学の約1割強が外国人であり、今年度から徴収戦略の一環で、ベトナム人滞納者が増加していることから、ベトナム人が通う日本語学校に協力してもらい、 国民健康保険制度の周知や指導を行った。滞納処分も外国人に対し11月末現在で92名差し押さえしたと報告されている。日本在住外国人のうち病気の治療などを目的に在留資格を取得した人は国民健康保険に加入できないことが法律で定められている。しかし、 2012年7月から2015年4月にかけて2012年4月から在留資格の外国人に条件付きで住民票を交付できるよう法律が制定されたことを市の複数の職員が在留資格の外国人が国民健康保険への加入も可能になったと勘違いを原因に癌や脳梗塞などの治療 その患者の世話をするために在留資格を取得した、ウクライナと、ロシア、中国の男女7人に、国民健康保険への加入を誤って認めていた、ことで、約3785万円余りを給付していた。2016年11月29日号の、週刊 SPA が、外国人が、偽造書類を使って、日本在住家族の扶養に入るやり方や、 ペーパーカンパニーを作って経営目的として来日するやり方で3ヶ月以上の在留資格が得て国民健康保険を違法利用している実態を報道した外国人が国保加入条件の在留期間1年から2012年の住民基本台帳法改正による3ヶ月以上の滞在で加入させることを悪用して日本留学や 経営などと目的を偽って、ビザを取得し、日本で国保に加入した後に前年度の収入がない、ために1割の自己負担と最低額の月額数千円程度の保険料だけ支払い、さらに高額な医療費がかかった場合に、払い戻し制度の悪用がされている。わずかな負担で高額な治療を受けて帰国する、ケースなどと在留目的を偽って入国して、 国民健康保険を悪用し、日本人が外国人の高額医療費を負担することで、日本の医療保険制度が崩壊するのではないかとの危惧がある。2018年8月末に自民党から改正のための検討が行われている。厚生労働省も、感情的な外国人避難でなく冷静な議論のため、実態把握は必要として調査を進めているが、NPO 法人、 移住者と連帯する全国ネットワーク代表の鳥居一平は調査すること自体外国人の不正が多発しているような印象を与える在留外国人が受診を控えることになれば住民誰もが安心して医療を受けられる国保の趣旨にも反すると批判を行っている2019年8月にはボリビアでミッツコを出産したとしてボリビア人の会社役員が 複数の自治体で国民健康保険の出産育児一時金を騙し取ったとして逮捕されている。1回121万で同様の手口で40件弱、約2000数百万円が被害額とみられている。42万円の出産一時金は海外で出産しても受給可能なため現地の病院が発行した出生証明書さえあれば支給されるが、 それが本物かどうか行政は確認していないのが実情と報道されている。また、荒川区においては平成28年度の国民健康保険の海外での出産育児一時金の支給のうち中国が31件と全体の6割に上がる。なお、東京都新宿区にある総合病院では1990年から2001年の 間の外国人の分娩数は12年間で656、0であり、総分娩数に占める外国人の割合は1990年には4.2%であったが年々増加し、1997年からは全分娩の約16から19%を占めた。公的保険加入は加入しているものが66.0%。 保険に加入していないものは30.6%、生活保護1.0%、不明2.4%であった。飛び込み分娩事例は21例、全外国人分娩事例の3.2%であり、21例の国籍の内訳は、対66.7%となっている。飛び込み出産は、器用症や感染症の有無もわからず、 出産行為となるため、医療従事者の感染リスクなども通常より高まる、問題も抱えている。2007年には、日本女産師会戦務理事によると、飛び込み出産につながる、未受診妊婦は以前は、出産を経験したことのある女性に多かったが、最近は、一若年妊婦、二外国人、女性、三経済困窮家庭などに多い傾向があると、報道されている。 出産育児一時金により、被保険者を対象に、妊娠85日以上、妊娠12週以降の出産に対して、赤ちゃん1人当たり約40万円が支給されるが、早産、流産、死産だけでなく、妊娠12週以降であれば、人工妊娠中絶した場合も、対象となる。神奈川県のある、産婦人科は HP でも保険証を使用して12週代で、 手術を受ける場合、健康保険証の補助により、手術費用はゼロとなりますと PR し、出産育児一時金が、病院直接払いであることでと立派ぐれないメリットを、利用する病院があると報道されている。神奈川県では2019年、令和元年度衛生行政報告令第8表の、県別人口中絶数では、満12週満15週では、 全国4199件中でも突出した1185件であり、実に10.5%相当が該当している。働いていた看護師は、中絶限界の周数で母体から出た胎児は産声を上げることがあり、院長からは口を聖だりバケツに水を用意して、沈めろとの指示が与えられたと証言している。それらを拒否した場合、 ただ赤子を放置して、息を引き取るのを待つという、ありがとうございます。